こんにちは、サツキショーを今から見ます。ということで、まあどうだったのかね、ちょっとね、腰痛でね、昨日の生配信をご覧になっていただいた方ありがとうございます。配信中は痛み止め飲んでてね、で昨日その後、まあ腰が痛くて、今日もまあ痛いですね腰痛に耐えながら、ではサツキショー見ていきますね。マイネルラブレアか。あ、ババはちょっとやっぱ重っぽいですね。はい、タッチウッドよく出ましたね、多分ね。さてさて、あー、やっぱやっぱりタケシ騎手下げましたね。そう、ケツ 4? わー、キックバックすごいわ。これは馬込みの中に入った馬は大変ですね。もうバンバン飛んできますね、芝がね。お、タッチウッド、ちょっと持っていかれ気味なのか。まあ、あるいはもう生かしちゃってるからね。豊か騎手、生かしちゃってるんでしょうか。ここだ、ファントムシーフ。58秒5。結構早い、これだ。下がちょっとウェットだけど、これはやっぱ後ろからの巻きそうっすね。マジかよ。ソウルオリエンス、ここか。結合。でもうまく外出しましたね。キックバックのない外に出したよ。これ来たらすごいけどな、このババア。で、こっから。あー、ダノンタッチダウンはもう手応えないな。残念です。残念でした。もう下がっちゃった。いやー、でもこれ、おー、これほんとちょっと1番ドゥラメンテっぽいよね、マジで。でもこっからは届かないだろう。どれどれ、湘南だ。湘南だ。タスティエラか。うわー、来たよ。マジかよ、なんだこいつは。うわー、すげー。マジか。ありえん。すーげー。嘘だろうが。マジで。うわー、すごいね。いやー、あー、俺ファントムシフトのワイドだったら当たってたけど、生まれんなので外れましたね。ダウンタッチダウンは18着です。もう最悪っす。いやー、まあそれはいいや。もうここまですっきり負けるとなんだよ。まあ単勝は買ってなかったんで、4等ボックスなんでね、ソウルオーディエンスとファントムとプリンファクシーダウンタッチダウンだったんだよね。あー、フリンファクシもちょっと苦しんだが、馬場に。あー、ベラジオペラ10着。ベラジオね、いい感じで進んでるように見えましたけど、ペース早かったっすかね。あー、ファントムシーフ。いや、これファントムは、ちゃんと来たんじゃないですか、一応。ソウルオリエンスがちょっとおかしいよね。ほんとに。まあ、上がりが35秒5だけども、馬場も重いし、でも、すごいね、あの上がりちょっと。怖かったよ。はっきり言って。わー、ということで、ちょっとまあ、レース解雇動画は別にしようと思うんで、とりあえず、視聴動画でした。本命といったドランタッチなんか18着っていう、がっくし。そういうこともありますので、まあ、皆さん、温かい目で見ていただければです。それでは、解雇動画で。